はい、ひらかたパークで開催中のリラスミフェス、やっと来れましたが、ひらかたパークがね、なんかまたね、営業再開しましたんでね、すみっこ暮らしの方のね、ブースに来ております。すみっこパビリオン。なんかね、こう何個かありますね。寝室ですね、ここ。おやすみパビリオン。そんなやつです。まあ、サブの方のキャラクターたちが、こっちメインのね、トカゲとか。次またね、すみっこも映画やるってことでね、パジャマです、ね。結構ね、広いんですよ、ここ。おかしなすみっこパビリオン。なんかいいな、こういう感じのクッション欲しいな、なんかでも。意外とね、人います、今日。平方パーク。今ちょっとね、ちらっと空映ったと思うんですけどね、かなり暑いです、今日。まあ、パークも5時までってことでね、そんなゆっくりはできないんですけど、なんかちょっとうろうろして帰ろうかなと思ってます。アイス屋さん、もうアイスとかね、もう食べたいですよね。そのぐらいの気温です、今日。なんかトリプルください。アイス屋さん行ってねえな。サーティワンとかね、行けない。行きたいな、近いうちに。チャンネル登録お願いします。いいねもどんどん押してください。それではまた後ほど。